モンタナはアメリカ海軍の総工巡洋艦、テネシー級総工巡洋艦の一隻。艦名はモンタナ州にちなむ。モンタナは1905年4月29日にバージニア州ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所で寄港する。1906年12月15日にミニーコンラットによって命名浸水し、1908年7月21日に ノーフォーク海軍交渉で艦長アルフレッド・レイノルズ大佐の指揮下収益した。収益後大西洋艦隊に配属されたモンタナは8月5日にノーフォークを出港し東海岸を巡航。1909年1月25日にサウスカロライナ州チャールストンからカリブ海に向かい29日にパナマのコロンに到着した。 特別任務戦隊での任務の間にモンタナは4月2日、キューバのグアンタナモワンを出港、トルコ革命の余波からアメリカ合衆国の権益を守るため地中海に向かった。その後7月23日にジブラルタルを出港し、8月3日にボストンに到着、再び東海岸での任務を再開した。1910年4月8日、モンタナはバージニア州ハンプトンローズを出港し、 アルゼンチン建国100周年記念祭に参加した。ウルグアイ、アルゼンチン、ブラジルを訪問し、6月30日にキロに着く。ハンプトンローズには7月22日に到着した。11月10日、モンタナはタフト大統領とその一行を乗せ、チャールストンを出港、パナマに向かい、11月22日にハンプトンローズに帰還した。 モンタナは1911年7月26日に大西洋予備役艦隊入りし、ニューハンプシャー州ポーツマスのポーツマス海軍交渉でオーバーホールを行う。作業は1912年11月11日まで行われた。12月にモンタナは出港し、2度目の均等巡航を行う。ベールート、アレクサンドレッタ、トルコヌメルスインに立ち寄り、九百十三年六月に 帰国した。その後アメリカ合衆国が第一次世界大戦に参戦するまで東海岸での作戦活動及びメキシコ、キューバ、ハイジへの訓練巡行を行った。参戦後数ヶ月間モンタナはヨーク川及び東海岸で訓練巡行と物資、兵員輸送に従事した。1917年7月17日に巡洋艦輸送艦部隊に配属され、 ハンプトンローズ、ニューヨーク、ノバスコシア州ハリファックスでの戦団護衛任務を1917年から18年にかけて行う。また、1918年の初めには、海軍兵学校生の訓練官として、チェサピーク湾での訓練を行った。12月に、フランスへの派遣を命じられ、1919年1月から7月までの間にモンタナは6度のヨーロッパ巡行を行い、 8800名の機関兵を輸送した。モンタナは1919 19年8月16日にワシントン州ブレマートンのピュージェットサウンド海軍交渉に到着1921年2月2日に退役した。1920年6月7日にモンタナ州水浦にちなみ水浦と改名従順洋艦に艦首変更された。 水浦は1930年7月15日に除籍され、9月29日にジョン・アーウィン・ジュニア社に売却される。その後ロンドン海軍軍縮条約に従って1935年10月にスクラップとして廃棄された。ありがとうございます。